はい、こんにちは。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 どちらじゃ。あ、こんにちは。こんにちは。ありがとう。しんみりしてるけど、これゲノブ王ですからね、今からやるの。ありがとう。感動の再会じゃなくて。ということで、今回は、のじゃじゃとの再会を喜ぶという風な話になります。一般人です。一般人です。こいつ毎日会ってんだけど。一般人ではないだろ。あの50人クラスで毎日いるからね、なんもね、なんかレアリティ感とか何もないんだよね。思うところみたいなの、なんか50人クラスでいるからな。2日に1回とかにします？50人クラスで1回。元から2日に1回。まあ今でも確かに2日に1回やってるからな、でも今でも。まあということで、ベノムをついでにやっていきます。あ、ついでです。はい、ついでに。で、紅茶はなんでいるの？確かに、この別見たとき、あ、紅茶さんなんだと思った。なんで紅茶いるんだろう。じゃあ、ほのさんに聞いてください。いやいやいや、待って、仲間意識ゼロなんだ、なんか普通に。え、紅茶、そんな、わかるのかなって感じするけどな。でまあ、一応ね、ダパーソンズの一員なんで。ああ、まあ確かに。いや、だから呼んだんですけど、一応っていうか。まあ、だって、まあ、ニートとか呼んでも多分わかんないしね。キリト呼んだら、ニートじゃなくなるよ、普通に。このシャシャ、キリト、クンさん見ながらやったら。確かに、全然違う感じになる。もうそれもダビンジャーズチャンネルでやる、普通に。はい、ということで、今回は、まあ、いつも通り大シリーズなんですけれども、15問事前に質問に答えていただいておりますので、皆さんは、それに対して回答を予測してください。はい。はい、はい、まあ、ベノムさんのことを一番理解してるのは誰だという企画になります。絶対答えられない感じすんだ。まあでもベノムの理解度は高いよ、俺は。もう大体分かってる、ベノムの考えそうなことぐらいは。大体みんなにそれ言ってる。うん、そうそう、分かりました。いや、俺はベノムに関してはもう強いよ。なぎなぎ王でいつもそのセリフ。なんか本営かけに行くか、なんか理解してるって言い張るの二択。もう理解してる、俺は。まあでも、のじゃじゃなんかめちゃくちゃ付き合い長いと思うんで、ベノムさんと。いや、全然。全然知らない。お前そのノリで来たらさ、もう誰もベノムさんのこと知らなくなるんだよ。誰も知らない状態。なんでこれやったってな。なんでわざわざのじゃじゃを呼んだか、今回。むしろ、なも。なんで呼んだんですか。いやなんで心よく来てくれたんですか。じゃあもう逆に呼ばれたらまあちょっと来ますよ、それは。別に断る理由もなかったです。おー、てかコロさんの方がベノム知ってそうだな、俺より。それはあるかもしれん。確かにコロさんのめっちゃ長い。だってほぼのじゃじゃと一緒ぐらいじゃない、ワンちゃん。まあ多分そうだわ。私普通に回答者側に立つべきだったかもしれん、今回。紅茶に出題させるべきだったわ、それは。じゃあ私今から答えるから、じゃあ紅茶に出題するか。答えしてんのよ、この人。動画ファイル送っててください。はい、ということで、まず1問目、あなたの名前はということで。定番のやつね。え、定番のやつですけど、それも定番になりつつあるから、もう、その絵も。まあ、ちょっと書き終えた方からも貼っていただいて、まあ、順当にのじゃじゃが勝つ気が。いや、どうなんですか。どうなんでしょうね。これもう貼っていいの。あー、早っ。あ、どうぞどうぞ。早い。あ、最後に貼るわ。おー、合ってるっていうね、自信があればね、最後の方がいいです。はい。はい、じゃあとりあえず一旦紅茶さんからね、ちょっと解説していきましょう。まあだから最初いつもベノムさんって結構挨拶するやん。まあ俺とかはあんまり自分の名前言わへんけど、ベノムさんなんかはまあしょっちゅう挨拶してるし、そうそう、ね、はい、どうもこんにちは、ドクターベノムです。あ、ドクターベノムやったか。まあいっか。言いながらあれって。うん、まあだからまあベノムかな、普通に。はい、じゃあ続いてくんさん。まあ本名書こうかと思って消して、その後大学名書いたけど消して、意味が分からん。でかっこ大学って書こうかなと思ったけど、意味が分からんわ。いやー、まあ勘弁しといたるかと思って、ベノムですと。最近編集ミスが発覚してから、さすがに本名出さなくなってきて、くんさん。そうそうそう、ちょっとね、編集ミスでね、出かねないことがあったんで。はい、じゃあ次、最後のじゃさん、なんか疑惑かけられてる。これだって動画ファイル名がだって上ノムって書いてあるくない？別に私の動画ファイルがベノムさん関係ない。左下にさ、ずっとさ上ノムって出てるよね。確かに上ノムって書いたら上ノムって。いや、ごめん。だからあ、ここ
これで自己紹介してるんだなと思って。あなたの名前はウェノム。え、でもさ、これウェノムにするメリットって何だったの？なんでウェノムなんだこれ。確かにどうやって打ったらこれになったんだ。ただの動画ファイルにケチつける方がやばくない？いやでもあなたの名前はウェノムって書いてあるよこれ。じゃあなたの名前はウェノムって書いてない。あのこの動画のファイルはウェノムなだけで、別にあなたの名前はウェノムまでかの汲み取らないでほしいですけど、とりあえず回答いきますか。じゃあもうはいはい、1問目、あなたの名前はドクターウェノムです。うわー、ということで1問目から全員不正解。紅茶さんがなんか挨拶するよねで気づいたよね途中で。あれいやなんか途中で気づいたな。あれちょっと学歴疑いたくなる発言かもしれん普通に。まあミスったな。そっか、ドクターメノムって、ドクターメノムって言ってたわ。そういえば珍しい、この1問目で騙されたわ。ちょっとね、あ、私が悪い、謝罪。でも関係ない情報をなんか盛り込むのがね、最初に言ってほしいな、本だったら。最初に言ってほしい。いや、すいませんでした。あの、点数の裁量はベノムさんが自由に決めていただいていいので。あ、0点で。はい。え、2問目、あなたの誕生日はということで、ベノムさんの誕生日を本当に答えるかよくわかりませんけれども、どう答えるか予測してください。でも、ベノムのだからな。違う、ベノムさん、俺の知ってる人じゃないんだけど。答えてんの、どう考えてもベノムさんだろ、この動画の中で。誕生日わかんのかな。まあ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 。いやでも、この辺じゃなかったっけな、確か。この辺、この辺想定結構むずくないか、そっからドンピシャで当てんの。いや、何、あーごめん、あー気づいちゃった答え。あー 今から変えないで、俺の見て。あーこれどういうこと。誕生日じゃなくて。え、俺、その名前を当てた。あー、紅茶、今気づいた、また今気づいちゃったか。え、2020年って何だ。2020年って何すか。あ、俺、4歳。終わってんじゃん、もう。はい、じゃあ、クッさんからちょっと解説してもらいましょう。ドクターベノムとは、日本レッドクラフト番外編にて、新人として加入、採用理由は人狼勢。彼は2022年4月30日に産声を上げる。出身地は横浜。へぇ、調べとるやん。ウィキだろ。今後の問題でなんか知識問題出てきたら、なんかウィキ見てるのめちゃくちゃ有利にならん。いや、だってね。出身地はどこですかって問題があったら、でもそれはもう横浜ってなっちゃう。いや、俺覚えてるから。2020年の7月30日だなって。いや今自分で調べたって言ってなかった。すごいな、50人クラフトウィキの言葉一字一句たがわず覚えてるんだけど。そう俺全部覚えてるから。俺、あと私は今4歳なってないぐらいっていう、まあだいたい今4歳。だからまあなんかちいかわみたいなベロムいるじゃん。なんかあの書いてる人いるじゃん、ちいかわベロムみたいな、あの状態、あれが実際のリアル書いてんの、ちいかわベロムみたいな。はい、じゃあ次紅茶さん。はい、全然関係ないけど、俺の誕生日が11月3日なんですよ。はいはいはい。で、俺の誕生日の11月3日ってなぜか参加勢めちゃめちゃ誕生日いるんですよね。4人ぐらいいた気がするんですよ。で、ベノムさんもなんかその日の近くやった気がするんですよ。ほうほう。2日ぐらいしか離れてないんやと思って、この辺めっちゃ人おるなと思って、そんな記憶があるから、一応11月の5日ぐらいかな、俺よりも後やった気がするぐらい、うん、順当にね。じゃあ最後のじゃあさん。あ、俺も全然関係ないんですけど、7月30だったらベノムさん俺と誕生日同じですね。ああ、やべえ。以上です。じゃあのじゃじゃの絵の誕生日プレゼントだったってこと、ベノムは。どういうこと。いや、ベノムはのじゃじゃの誕生日への贈り物だった説。なるほどね、うん、50人クラフトからの、50人クラフトからのじゃじゃへの贈り物。意味がわからん。じゃあのじゃじゃの頃さ、11月あたりだよねって、これ許される回答方式。いやベノムさんが要素するならね、要素するならね。あー、11月あたりって言ったらこれは正解。あー、まあ確かに確かにその通りか。はい、ということで、じゃあ早速正解の方を出していきましょう。こちらです。2問目、あなたの誕生日は、平成5年の11月8日8かということで、正解は平成5年11月8日でした。1993年でもいいですよね。いなかったですね。いなかったですよ、今までの大シリーズで。確かなんか西暦から言い始める人って。確かに誕生日あって言って西暦から言う人間あんまいないんだよ多分。
あんまいなかった。でも誕生日はそこだろ。まあ確かに。ポイントどうしますかこちら。いやゼロだろ。え、12月あった日だよねとかを許すのかなみたいな。ダメだろ。何年とは言ってないし。30通りあるじゃん。11月あたりだよね。まあ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 。じゃあ続いて3問目。学生時代やっていた部活はということで、最初はね知識問題が多めですね。俺はでもマイクラとかでもちょくちょく話してるかもしれない、まあ、どの学生時代かヒントを出すのもベナムさんにお任せします。あ、これは一応高校生の時の話ですね。苦しんでる。人生合ってるかこれ。合ってなかったかもしれん。まあでも小茶さんの先ほどのね誕生日は割と鋭い推理だったと思いますけどね。そう、そうだよ。2つとも結構ちゃんと11月8日総分も同じ誕生日ですね。ちなみに、ああ、そういえばなんか異界になった彼と同じです。お互いに祝い合ってた気がするわ。目が進まんな。いやいやいや、分かった分かった。まだでもこれさ見切ってたらワンチャンガチで分かるんじゃねえか。いや、もっとした。え、ウィキ見ていいんだって俺も全然いけるよ。いや、ダメですよ。もう見ていいってか、見てるからだもん。誕生日だけど、ちょっと見に行っちゃった。見に行って、あれ書いたのやばいなって考えると、やっぱり。確かに。見に行って、あれ書いたんだ。まあ、確かに、まあそういうことにはなってしまうね。残念だけど。うん。うん。こちさん。さんがね、最後まで飲んでらっしゃる。あ、俺だけか。え、平成5年は割とヒントだったけどな。平成5年生まれで。高校生ぐらいでやる。なんいや無理やって。ああ、書き換えよう、書き換えよう。書き換えようとして。今のヒントで、いや、すべてを得たら多分だけど。書き換えよう。あ、なに、平成5年って何？平成5年生まれで高校生ぐらいだったらね。いや、俺生まれてないから、そんな。てか、クッサぐらいって伝わんない可能性あるよな、別に。え、でもまあ俺らが5歳ぐらいの時ってことやろ、多分。だってこれは、このフォントで書かなきゃダメだ。5歳ではないか、10歳ぐらいか。あ、もう答え分かってた。あれか。あ、じゃあ、ノデルさんの書き直す。分かったわ。あ、いいよ。え、じゃあ俺も。え、ダメだよ、こーちゃんは。言ってたわ、そうだよ。ダメだよ。ダメだ、ダメだ、ダメだ。ダメだ、最後の1人は。あ、でも一回いいんじゃないですか、おじさんも。あ、でも俺も貼っちゃったらってもうパクリになっちゃう、俺貼ったからも。あー、じゃあ、じゃあいいじゃあいいや。かわいかわいかわいこのまま、このまま解説してもらおう。ちょっと一旦その前にさ、のじゃじゃの陶芸くだるむ聞きたくない、消した。え、一旦消した陶芸くだるむ。陶芸くだるむって選んだ。陶芸くだるむ。うん、なんか前だからいつも言ってんのよ、そのベノムさんが武勇伝みたいに。俺昔峠下ってたんだよ、危なかったよって。そんな話したことない。なんかすごい、いや親戚のおじちゃんみたいにいいね。なんか峠下る話急になんかめっちゃ擦り始めるみたいな。そんな話したことない。しかも下る方るから登る方じゃないんだ、武勇伝って。なんかずっと言ってくるから。あ、それしか俺がないわ。あ、はい、言ってたとしたらイカオさんにだけどね、多分。まあ聞こえるからさ、それ。同じ VC で聞こえるからっていうのもなんか変だろ。はい、ということで紅茶さんから。はい、まあ、うん、まあ絶対違うんやけど。え、なになに、ちょっとよく聞きたいの、解説なんてそう思ってた。いやでも、いやまあ大丈夫。なんか、まあ、そんななんか陰キャっぽいやつじゃないなと思って。でも、うん、でも熱血って感じでもないなっていう、なんかちょうど中間ぐらいの陸上部。言いたいことはわかるで。うん、でもこれコノさんのこと言ってんの、陰キャでも陽キャでも。ああ、これコノさん。違う。いや、陽キャとか言ったら熱血っていう感じじゃないなっていう。え、私熱血じゃないってなじられてる、もしかして。まあ、コノさんはまあ熱い男ですよね。私あれ、はい、あ、私こっちからそういう認識されてるんだ。そういう人だと思われてる、熱いと思われてる。うん、じゃあ続いてくんさん。まあ、いや、なんかもう2000何年って言ったらそうでしょ、 K 音でしょ、 K フォントでこれを書くと。わざわざフォントまで選んできて。はい、じゃあ最後アルノジャヤさん。俺なんか何年とか分かんないけど、そのなんか一回マイクラの時に宗教のなんか憑依させる人はなんかなこういう話だよって、なんかのね、光の語の話をされて、で以後俺なんかやってたんだよみたいな話を聞いた気がする。それ
あれめっちゃ最近の話やない、なんか恒例ネタやってんの超最近じゃない、なんかこの前とか昨日とかだよ、もうちょっと前なんだけど、あいやもうちょっと前なんだけど、その時になんか一回話す、なんか俺や宗教俺やってたよみたいな、宗教やってないずれてたの、あ、ほんと今から宗教やっちゃった、そうなんや、そうなんだ、皆さんでそういう感じだったんだ、宗教家だったんだな、はい、ということで正解の方見ていきましょう、こちらです。3問目、学生時代やっていた部活は軽音部、そうですね、ということで正解は軽音部でした、おーよかった、ではくんさんに1ポイントでいいかな、2号は小学校のクラブだね、あさっき光の号の後軽音が流行ってるから、ね、なるほどね、はい、じゃあ続いて最近最もハマってるゲームはということで、なんだっけこれ、なんて言ってたっけ、あ、でも2つ答えてます、2つ、そう、2つ答えてるんですよね、じゃあじゃあ2つ答えられたら2点でいいんじゃないですか、おお、いいですね、それぞれ1点ずつみたいな、えこれは有利じゃない、やっぱ普段 VC してる人の方が、でも VC でこの話したっけ、わかんない、さっき聞いたよね、なんだっけ、あ本人に聞くだよ、いや俺これがあるからさっきわざわざ探ったんだよ、いや、あのね待って、目玉があるからわざわざ探ってきたの、本人に、さっき上でアマンガスやってたじゃないですか、でラーバと俺とドジョジョはダメージャーズの VC でこう、ダベってたんですよ、はいはい、で、2人はこのゲームやってて、俺これやってるから今、それじゃないの、当てられてたのか、それでしょ、俺ラーバにも聞き探り入れたからさ、最初ラーバにも、ラーバとかに戦い始まってるんだ、もうこれラーバ王までもう布石入ってるんだ、ドジョジョの中でもなんだっけ、うわしかも探り入れてんのに忘れてんのかよ、何の意味もない意味ないじゃん、探り入れた意味が、探り入れて忘れるのやばいだろ、なんかこういうやつだったんだよな、はい、ということでくんさんから解説お願いします、まあバロはまあ名刺でやってるのと、あとベノムがスチームの通知でめっちゃこれ来るんだよ、何のゲームか知らないけどバルトロみたいなゲームが、何のゲームか全く知らないけどこの通知めっちゃ来る、もう なんかもうすぐ来る、ニートブの撮影終わったらすぐ来るし、ニートブの撮影の後は名刺でバロしてるから、まあ、俺の知ってる観測してるベノムのなんかこうやってるゲームはこれ、ポーカーって書こうかと思ったけど、まあ、最近はなんかこういう内容ポーカー言ってる話もあんま聞かないしな、はい、で続いて紅茶さん、なんかまあそのスティーブの通知はなんかよう分かれへん、なんか知らあんま知らんねんけど、でもなんかまあバロはまあ確定としておいて、昨日 あれなんですよね、なんかダパーソンズの中でロケットリーグやったんですよ、でまあそのラーバがそれなんかダウンロードしてるなんか待ってる間にみんなでなんかポーカーチェイスやったんですよね、だからまあ安直にポーカーチェイスかなって、はい、じゃあ最後のじゃじゃ、まあバロラントはやってるし、バロトラはさっき聞いたし、それかな、おお探り入れた成果が、うん、思い出した、さっきメモったんだって、不正じゃん、もっただちょっと待って、ね、メモったメモった上に忘れたらもう意味不明なんだけど、メモったからこれだったはず、はい、ということで正解の方見ていきましょう、こちらです、4問目、最近最もハマってるゲームはバロラントとバラトロ、おお知らねー、完璧、クンさんが合ってますね、クンさんのあの文字が合って、綴りが合ってる、でもこれコロさん書いてるやつはこれが違うくね、えコード間違え、いやマイナス1、音声であったらコロさんはマイナス1点じゃない、マイナス1、コロさんはマイナス1点だね、これはあーある、すいません、あ、本当だ本当だ、全然違うわ、まあクンさん2点、なんで E が入っちゃったんだ、まあノジャさん 1.5 点じゃないですか、これノジャさん 1.5 点、はい、クンさんの続きが正しいですね、はい、このがマイナス1、うん、はい、チームの通知か、チームの通知めっちゃくるそれマジで、このバルトロもう覚えたもん、なんかもう無限にやってましたもんはい、ということで今朝3ポイント、のじゃ 1.5 ポイント、ごちゃ1ポイント、このマイナス1ポイントこのマイナス私これさっき超高速で編集してマイナス入れられるんだ普通にあ、本当だって1時間前とかにこれ作ったもんね本当だよ、じゃなくてまあでもはい、まあでもマイナス1点ということで、ね、私どこでポイント稼げばいいのってか、これ普通に取り返せない取り返せない、マイナス1を付与されただけなんだけど、はい、じゃあ続いて最後に外に出たのはいつ、まあ、これ別にヒントもクソもないもんな、
うん、まあツイッターとかねよく見てればとかなんじゃないですか、まあ、よくわかんないですけど、まあ、大体この頻度で外に出ますよ、出る、なんか全然山間で当たりそうだよな普通に。頻度は大体もうこんなもん、普通に出る頻度ね。頻度ってことは多分そんな直近じゃないんやろな。質問があるんだけど。質問ありなんだこれ、はい、質問じゃあまあ最後に外に出たのってのは、はい、あの外出の話ですか、あのお母さんの中の外ってこと、お母さんのお腹の中、あ、そう、これでお腹、お母さんのお腹の中って言い出したらマジでぶったたくけどな、これやばすぎる。家の外に出た、家の外、あの、はい、話をしてますね。 OK です。あ、ここで誕生日で伏線が回収される可能性を考えたってこと。俺もその回答し始めたら頭おかしいでしょ。なんでこれ。はい、ということで聞いた意味なんだ、知らん。クンさんから行きましょうか。あ、まあ週1ぐらいじゃないって、そんな外に出てる印象ないしな。まあ普通に安直に週1ぐらいっていう、まあもうただそれだけ、もう何の理由、何のあれもない。はい、じゃあ続いて紅茶さん。まあなんか別に外出するのになんかそんなに多分理由ないから、なんかいつ行ったとか多分正確に多分覚えてないんちゃうかな。でなんかまあ、うん、いつも起きてる時間帯的になんか外に出そうな時間帯でもないしって考えたら、まあなんか用事があったであろう、なんか半月ぐらい前かなみたいな。どう、はい、じゃあ最後野谷さん。まあ、人の行動なんて知るわけないですよね、さすがに。マジでさっきの質問何だったんだよ。これだってこれ当てれたら世間的にはマイナス1なんで、なんでやめます、これは大丈夫です。まあでも俺もね、知らんって答える可能性あるもんね。最後に出た、いつだっけな、知らねえわ。それも考慮してる。確かに。知らんで。読み取ってる、ある意味。確かにね。紅茶さんはまあ 100% 不正解なんですけどね。ニートポップアップストア の, あのオフ撮影行ったんで、半月前ではないんですよ、絶対に。そうや。はい。そうや。絶対不正解です。あ、もう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 、最後いつだ ?1 週間前。あ、よし。まあ、それは1週間前でした。またリリーいいんじゃないですか。よかった。それくらいでしょう。あの。知らんって書いて文句か。すごいな。知らんって書いて。知らんって言うことはあったけど、あったけどね。はい、ということで、クンさんが4ポイント。じゃあ 1.5 ポイント、こいちゃん1ポイント、このマイナス1ポイントで。俺勝っちゃうんですよね。独走ですね。クンさんが勝ってるの珍しい。クンさん、でも結構勝ってますよね。まあ勝てる。大シリーズ。最近勝率高い。続いて6問目。最近買ったものの中で一番高額な商品は？これは、まあ話してます。誰に？まあ、ダパーソンズで話してる。だって俺分かりようねえよ。ちなみにみんなの場合はこれ確かウーティンだっけ？こうキーボードって答え出ましたね。参考になるかわからないけど。絶対参考だな。まあこれ買って大変だったわみたいな話はした。あれ高額に入んないよね多分。じゃあ最近買ったやつじゃあ、はい、最近何も買い物してなくて、まあ、実はこれが一番高いとかもあり得るわけで。そうだね。でも絶対高額じゃないはずだよね。いや高額ですよ。メダブさんが高額だと思うのは高額だし、100円でも最近買ったものの中で一番高額なものっていう。1年前でも最近と思ってる可能性もあるし。なんか出てきたんだけど。いつ書いたんだこれ、の時間の中の。でちゃんとベノム王にふさわしい回答ボード用意しました。勝ちてきたね。ああ分かった分かった。あれか、あの紅茶さんと野谷さんは確実に知ってるらしいんでね。紅茶が VC にその時いたかどうか覚えてない。いや俺 な最近おらんこと結構おったりするからな。あ、なんか大変だったわ作るのって言ったのがデスクだ。おー、じゃあ最後
疑惑を醸してる紅茶さん。いや、なんですか。で、まあ、最近買ったものやろ。で、なんか苦労したんやったら、まあなんか価値がガタ落ちしたものかな。あ、下がる前の小林役の株を買って苦労したみたいな。下がる前に俺買ってたんだ。ほう。どうなんでしょうね。なんか株の話はなんかした気がすんのよな。セガの方見ていきましょうか。そんな話しません。6問目。最近買ったものの中で一番高額な商品は？ゲーミングデスク。うわー。正解はゲーミングデスクでした。いや、知らなかった。ノジャジャさん1ポイントですかね。ということで、ノジャジャが1ポイントプラスで、ノジャが 2.5 ポイント。この 0.5 がなんか後々響いてきそうですね。はい、ということで、続いて。7問目、よく見る YouTuber はということで、こちらも複数回答なので、2つ。はい、これ、まあ、さっきと同じ感じで、まあ、1つ1点にしましょう。これもでも、しょっちゅう話してるけどね。いや、話は。1個しか知らないけどな。マイクラ中、ちょっとね、なんか誰かがバンされそうな時とか、ね、マナティに見てますよね。これかな。普段 VC してる人こそなんかこういう質問はちゃんと答えてるイメージあるな。 DDO の時とかも、まあ、これぐらいじゃねえかな。この話するよ本当に。いや、まあ俺これぐらいしか知らないんだけど。あんたでもよくわかんないなんか外国人の動画だ流してくる。いやいやいや、そんなよく見ない。もうこれずっとこの回答使われるのか。え、この回答モードね、ずっと。お茶さんは悩んでますね。めっちゃカチカチ言ってる。いや、ちょっと頑張って書いてる今。お前ノイキャンしろよ。よし、文字にそんな点々使うことある？カチ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 。いや、使うやろ。はいはい、ということでプーさんから解説お願いします。まあ、横沢はまあこうか、世界の横沢、はいはい、まあ、話はよくしてて、ベノムが一番見なそうな YouTuber って誰かなと思ったら、ベノムがスカイピース見て喜んでるの絶対に想像できないから、スカイピースって。当てる気ないよ。ベノムがスカイピースを見て楽しんでる姿あってほしいなみたいな、歌とか聞いて感動しててほしいなと思って。おお、スカイピースね。すごい解釈違いだけどな、普通にスカイピースって言い出したら俺多分もう死ぬわ。名前しか聞いたことないですもんね。もう答え出たな。はい、じゃあ続いてロジャーさん。まあよく出てくる名前かなって感じ、ベノムさんから。気まぐれグッコはなんかよく見てるイメージ。マザーさんがその YouTuber として換算されてるかがちょっとわかんないけど、ストリーマーとして見てるのかがちょっとわかんないけど、出てくる名前かな。うん、はい、じゃあ最後紅茶さん。はい、まあなんか世界、まあ、横澤はあれとして、なんか料理の YouTuber はなんか見てたよ、なんかそういう会話してた記憶があるから、まあなんか俺がよく見るやつ入れたけど、まあ気まぐれクックやったかもなとか思いつつ。いい線いってますね皆さん。はい、ということでじゃあ答えの方見ていきましょう。こちらです。7問目、クンコンテンツ以外でよく見る YouTuber は？マザーさんと。おすごっ。気まぐれクック。うわー、外した。最近見てないんだもんな。これね、世界の横さんの投稿頻度が少ないんすよ。まあそうだね、あんまり出ないよね。ないって。気まぐれクックは3日に、2、3日に1本。マザーさん毎日投稿してるんですよ。あ、はいはいはい。ということで、マザーさんと、まあ、気まぐれクック。だということで、ウンさん0、ノジャジャ2、紅茶さん0ですね。0ない。はい、ということでここでウンさんとノジャジャが順位入れ替わりまして、ノジャジャが 4.5 ポイントになったので、めちゃくちゃノジャジャがトップになりました。あー、弱点やな。まあ、紅茶さんは置いてかれてますね、私と一緒に。なんか紅茶はもう、まあ、もうなんかグループから外れていってるね。いや、とりあえずちょっとコノリー負けひんように。いや、負けないよ。負けたらやべえ。マイナスポイント付与される可能性がある。可能性は全然、紅茶募集の可能性全然あるよ、紅茶はもう。いやー、はい、まあまあ続いて、まあここら辺からちょっと思考とか概念的な感じの問題になっていきます。8問目、自分を動物に例えると何？まあ、これヒントマジで思いつかなかった。うん、めっちゃ悩んでた。カットしてますけど、答えを出すまで結構悩んでました。当たったらすごいなって思う。え、ガチ？まあ、でも自他ともにそう思ってることになる。当たったらもう、じゃあこれじゃないか。
まあ、正直だってなんでこう答えたのかも分かんないからね。うん、あ、みんなが思うのでもね、ワンチャン当たるかもしれないですよね。嫌だなこれ、自分で思ってたらこれそれを回答に書こうとしてんの。まあでもヒントは、え、ヒント、まあ、いい、今ヒント出すの。いやいや、まあいいや。太陽くんさんかな。オッケー、もう書いた。はい、格好してる顔。じゃあ野田さんから解説お願いします。まあ体格的にクマでしょうよ、うん、まあ、自分がなんかどう取られてるのか知らんけどクマだと思いますよ俺は。まあでも確かに確かに、俺も最初クマって書いた。そう、はい。じゃあ紅茶さん。いやまあ別になんかこの動物ある意味なんかあんまないけど、なんか言葉とかのなんかトゲとかのこと考えたら、いやまあなんかあーなるほどね、マイナスこれ入るなこれは多分。違う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 、ヤマアラシって言い出す人っているか。ちなみにだってヒントの理由がめちゃくちゃ悩んだって言った。え、悩んだ逆ヤマアラシとか言い出す、なんか悩んでなぜか言い出すかなみたいな。あの木を照らしすぎた就活生みたいな回答だよそれも。はい、じゃあ最後木を照らってるくんさん。いやまあウサギかなって。ウサギか、こういう表情で、ね、こうやっぱ当てる気がないよ。や格好的にもね、この今来てる。いやそれクッサンが書いたやん。格好的にもまあウサギ。まあ、来てるのはあの動画の方ちゃんと見てほしい。ちゃんとアロハだからね、ベドムさん。まあ、わざわざ来たからね、いつも上は何着てるかわかんないからね、ちゃんと。上はなんかこうバニーつけてる可能性あるから、顔は。頭はね。そう、頭はね。だからウサギって言いそうだなって。あ、出揃った後に言うのもなんですけど、あの平成5年がヒントだったかもしれない。あーマジかー、何年だ。え、ウサギ年。どうだろうなこれ。正解はないからもう間違いじゃん。クマ年こちらです。クマ年、山嵐年ない。8問目、自分を動物に例えると何。カラス。は、は、は。いや俺はね、何もね、思い浮かばなかったからね。鳥、うん、なんだ、鳥だなぁ。鳥さなぁ。カラスかなぁ、みたいな。そうだよ。鳥だなぁからようわからんけど。まぁ、あ、俺もわかんない。平成5年は何だったの？鳥年。あー、惜しい。これ羊あったってことじゃね、これワンチャン。羊じゃない、ウサギ。羊ってどっかが出てきたのか。全部混ざったな、なんかもう。ウサギあったじゃん。はい、ということで続いて9問目、最もヤバいと思うニート部員は誰ということで、じゃあ1人です。はい、1人ですね。でもって足と打って変わってもうこれは即答できました。いやもう俺も分かった、うん、振りすぎん、なんか早かった、食い組みだった。なんならえ1人しかおらんの。1人だって最もヤバいですよ、あの小路さん、うん、ザ・モストですからね。あーそっちやったかな。これまたクンさんなんか書いてるな。え、いやもう書き終わって書いてあった。いやミスったな。はい、ということで紅茶さんからいきましょうか。いやまあでも、いやひまじ、いやもうやばいわ、ひまじさんの方がやばいわ。だから意外とこれ意外とこれ言わないでほしいんだけど。諦めた、諦めた。はい、じゃあ野寺さん、全然知らないけどなんか、なんか やばいわってよく言ってるから。あ、よく言ってるんだ、ね、もうなんか証明されてしまった、うん、俺は全然知らないんだけど。知らないことはないだろ。いや、ほんと知らないよ、ガチで何してんのかがよくわかんないから、でも言ってるからかなって。はい、じゃあ最後、くんさん。いやなんか一番被害を受けてる人のことをパッて思い浮かぶと思うんでね。じゃあベノムと俺とコノさんが一番被害を受けてるのはヒマジンなのよ。ナッシーはなんか、あ、人狼のトロールでみんなゲーム中に被害を受けるけど、ヒマジンはもうなんか日常生活で被害を受けるから、他の業務に、しかも真面目な業務によって差し障りをきたしてきたりするから、まあヒマジンさんかなっていうパッて思いつくのは。さあどっちなんでしょうか。確かに怒ってるしな、なんかもうすでに怒ってるもん、ヒマジンさん。ヒマジンっていう時のあの顔つきですこれ。はい、ということで正解はこちらです。9問目、最もヤバいと思うニート部員は誰。ヒマジン。あーそうだな。だいぶ食い気味に。俺はね、まあそりゃそうだろう。まあノジャジャとクンさん1ポイントずつですね。で、まあ紅茶がただただ離されていくと、クンさんも10問目ですよ。せめて私には負けないように。全問正解しないともう追いつかないんじゃないか。一旦ちょっと回答権放棄していただけません？は？は？どういうこと？当たりへん。
ってることを。何言ってる。本当頭いいの。だいぶ放棄してるけどな、俺ウサギとか書いてみたり、スカイピースって書いたり。確かに。確かに。10問目。テーマの質問ですね。くんさんに抱いてる印象はということで。頭悪そう。一瞬で出たの。早かったな。コーチの解像度どうなってんの、文字のなんかガッピガビじゃない？なんかさ、拡大して貼り付けみたいな。いやいやいや、なんか300%に拡大してて。あ、一応でも結構。俺さ、ベロムが愛とか言い始めたらちょっと先に苦しいもんがあるよ。はい、ということで、ピョさんから。あー、すごいんじゃないですか？って言いそう。その今のイントネーションのまま。いやー、すごいじゃないですか。確かに。っていう感じの再生されるかも、うん、感じのノリで、ベノム多分俺みたいに何かこう何か熱を持って無限にやり続けるみたいなタイプじゃないから、なんかそこに注目しそう。何か自分と違うところだし。はい、で続いて紅茶さん。まあまあ上司じゃないですかって何か言いそう。ボビー全員一緒やん。ボビーは似てる。ゴミはもう全員一緒。そういう感じのゴミだね。愛じゃないですかっていうのじゃ。ノリさんは愛ということでね。と愛じゃないですかっていう。もうゴミつければ全部ベノムさんだわ、確かに。なんかもう。さあ、なんて答えたんでしょうかね。はい、ということで正解見ていきましょう。こちらです。10問目。くんさんに対して抱いている印象は？いつもお疲れ様です。あー、そっちか。はいじゃん。え、愛じゃん。いや、そんなこと言ったら全部愛。大きすぎる、あまりにも。これはさすがに全員ゼロ点じゃないですか。はい、ということで、まあでも野寺さん変わらずトップなんでね。まあ、言ってんだな。で、これで、まあ残りの問題が全部1ポイントだとすると、野寺さんは完全に追いつけなくなったような。コロさんも追いつけない。コロさんもね、厳しいよね。でもいいのか、回答するぞ、普通に。まずいまずい、回答されたら。はい、ということで、まあポイントはね、ベノムさんの再利用なんで、最後に1億ポイント付与していただいても構わないわけですから。まあ確かにね。はい、ということで11問目、1億円あったらどう使う。イント的なのあるかな、これ。イント的な話で、ベノムさんらしいといえばベノムさんらしいと思ったけど。あー、とのことです。何も書けんだけど、何もわからん。じゃあ知らんって。心にベノムさんを宿しての。じゃあ、じゃあもう使うんじゃないですかって言ってるかもしらん。お茶さんはね、ここから全問正解狙っていただいて。いや、ちょっとそうですね、夏よこれは。何これ、何て読むと。はい、じゃあまずくんさんからいきましょうか。解説お願いします。まあ貯めとくんじゃないですか、この感じで。後半、後半5問これで乗り切る気。まあ貯めとくんじゃないですかっていう。はい、で続いて野寺さん。これ願望だろ。それなりに終わりますね、言うと思います。これ不正解です、これ不正解です。これ不正解です。嘘でしょ。嘘でしょって反応もどうなの。なんかもうそれで信じられない。正解、これちょっと正解出る前に申し訳ないですけど、これは言った記憶がないっす。これ、俺のベノムはだから言いそうだなって思ったんです。言ってほしいなって思って。絶対言わない。希望を持ってね、無駄の中のベノムはね。ベノムさん宿らせることでなんか負けそうになってる。なんかもう後半全部。で最後紅茶さん。WSOP ってなんかあのポーカーのなんか世界のなんかでっかいトーナメントやった気がすんねんけど、なんか昔企画案選手権みたいなやつをなんかニートルでやった時に、はいはいはい、なんかお金があったらなんかこれをやりたいって気がすんのよな。はいはい、まあ、家、そう、1億円って言ったら一番でかいので、まあ、大体家とかやと思うけど、どっちかって言ったら多分こっち寄りなんちゃうかな。俺割れてたんだ、真面目に考えたり。はいはいはい。はい、ということで正解の方で見ていきましょうか。正解はこちらです。11問目、1億円あったらどう使う。1億円、いや、とりあえず銀行に入れて利息もらうか。なあ、よし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 。まあこれはクンさん正解ですかね。よし、ダイブテストピアね、100万人だからね、1億はちょっと範疇じゃないよ。野寺さんには怒りません。野寺さんには、あ、1億円あっても野寺さんに怒ることがないんだ。ないですね。はい、ということで、クンさんがここに来て6ポイントになったので、よしよしよし、クンさんが1位になって、野寺さんが 5.5 ポイント、コーチが1ポイントとなりました。
はい、私がマイナス1ポイントですね。はい。紅茶さんがもう絶望みたいな。何当たったんだっけ、紅茶もこの1ポイント。何が当たったんだっけ、紅茶さん。これ何が当たったんだ、これ。何かバロラントが、もうみんな当たったところ。ああ、もうバロラントも当たる。当たる存在ね。多分誰が出ても当たる、紅茶じゃなくても。確かに。まあ、明らかにやってるからな。はい、12問目。明日死ぬとしたら何を食べる、最後の晩餐ですね。ヒント。難しいな。なんて言ったらいいんだ。でも想像つきますよね。なんか木を照らったものじゃない。想像の範疇のもの、うん、なんかわけのわかんないことは言ってない。うん。珍しくわけのわからないこと言ってない王なんですよね。まあ確かに確かにそうだわ。目にかなってるっていう。思わないな。俺見てて思うもん、いつもあれすごいなこいつら。私ノジャのノジャ王のあれが一番好き。好きな食べ物はちくわが一番好きなんだよね。見たことねえわ。うどんが好きじゃねえのかよみたいな。意味が分からなくて。ああね、はいはい、はい、ということでくんさんからもう全員一緒ですけれども解説お願いします。すごいね、一緒になったの。すごいね、3人とも、ね、肉派じゃないんだよね、そこまでってなったら、まあ、魚とは回答しないけど、まあ、魚一番美味しく食べれる方法って、まあ、寿司って言いそうだなって、なんとなく。はい。はい。じゃあ続いて紅茶。まあ、なんか、ミートボーフの時に、なんか、コノとかが買い出し行ってる時に、俺らと一緒になんか寿司バクバク食ってたから、多分相当好きなんやろな。はい。じゃあ最後、ルミナさん。焼肉か寿司か分かんなかったけど。まあとりあえず日本人だろうし寿司かなって。日本人だろうし、日本人じゃなかったら焼き肉みたいな。もしかしたらね、違うかもしれない、ね、どうだろうそれはそれで、まあ、一応人種の質問は来てないからまだ確定はしてない。ああ、この王ってなんか人種の質問とかする予定あるんだ。はい、ということで全員寿司。なんかすごいな、これ揃ったの意味わかんないけどな。はい、答えの方じゃ早速見ていきましょう。こちらです。12問目。明日死ぬとしたら最後に何を食べる。寿司。どれ正解は。すごいね、すごい。寿司でした。これひらがなだ。これ私の採用、これ私の採用、これ私の採用。じゃあ紅茶 0.5 点じゃない、これは。これ、いや、待って。だってこれ、だってひらがなで言ってたもんね、ひらがなで。もう紅茶さん、もうどうせ追いつかないからいいんじゃないですか、紅茶さん1ポイントあげても。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。あ？もう一声。いや、だから1ポイントは1ポイントだから、そのもう一声ってない。なかった、ウマズラ王とかと違うんだ、もうウマズラ王最後なんか何万ポイントとかあった気がするけどな。はい、ということで正答率すごい高い気がする。いやでもこれ2ポイント問題とかがあるとはいえ、皆さんが7ポイント、のちは 6.5 ポイント、紅茶2ポイント、このマイナス1ポイントです。私どうやって逆転するんだこれ。まあ頑張っていただくしかないですね。何よ。はい、続いて13問目。将来の夢は。嘘だ。嘘だろって言った今。嘘だろ、将来なんてあるのかって。嘘だろ。あれだって未来はあるだろ。嘘だろ、ガチ。え？答えだろ、これ。これ、あのさ、俺は別に自分からこの質問してくださいって言ってないから、コロさんから言われて答えてるだけだからね。しかもね、私があのなるべく王シリーズは同じ似たような質問をみんなに答えさせてるので、あの来ると思って待ってるわけじゃないですかね、この質問に対して。あ、そう、もうあの事前に共有とかしてないんで。のじゃじゃやってるんだからわかるだろうっていうか、わかんないな、ガチで。まあ、どう答えるかですよね。いや、違うな。お、ごちそうさまが。違うなと。でも、とはいえ、なんか他思い浮かべへんな。ちょっと待って、ちょっと待って、なんか夢なんだな。これ使えない話ですか。いや別にいいですよ、多分。ああ夢なんだね、それ。もういいや、分からない。出揃いました。はい、ということで、くんさんから解説お願いします。いや、ないとここにいないだろ。ないよ。いや、わかんないぞ。ないよ、ないよ、ないって言うよ。あったらここにいないよ。はい、じゃあ次、野寺さん。ないか、格好つけて変なこと言うかかなと思ったけど、まあ死ぬやろうと思って。まあ死ぬやろ。死ぬけどさ、人はみんなさ望んでっかなって思って。あ、苦しまずに命を終えたよね。
いやなんかちょっと 4,50 とかの話してる、もっと上とかの話でしょ、ね、この話し出すの。普通に考えて60歳超えた人の話ですよ、もうこれ。こんなこと言い出すのは。はい、じゃあ最後紅茶さん。いやもうなんか絶対なんか逆なんやけど、だってベロボさん安定とはなんか、だって博士号を持ってんのに研究職に就くわけでもなくて、安定とはかけ離れているような気がするけど、なんかだからこそみたいな。ああ、現状そうじゃないからみたいな。ここ安定をね、夢に。今更言わないね。はい、ということで正解見ていきましょう。こちらです。13問目、将来の夢は。将来の夢いやまあこのまま平穏に過ごすこと。死ねえよ。死ねえよ。ちょっと待って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 。死ねえよって。怖っ。やばい。暴言だもん。暴言だ。いつも一人で。これで毎日楽しく一緒に通話してんのやばすぎんか。毎日？毎クラス過ごす？いやでこれはまあかわいそうだから、校長さんに一ポイントあげときますか。平穏に死ぬじゃないの。はい、ということで、正解、このまま平穏に過ごすこと。厳密には安定ではないけどね。確かに。まあ、この中で一番ニュアンスは近いですね、確かに。まあ、そうですね。まあ、どうせ多分勝てないんで、あげときましょう。だって、上2人だって生きてないやん。生きてない。確かに、夢なのに半分の回答が終わってる。はい、ということで残り2問です。まあここからベノムさんが自由にポイント上げていただいても全然構いませんので。ここ結構具体的な地名を上げてるんで、まあその大きい括り、例えば国、県とかそういう括りで1ポイント、なんか最大3ポイントにしましょうか。お、でかい。ということで14問目、1日だけどこにでも旅行に行けるとしたらどこに行くということで、まあ普通に陣地を超えたところに行くかもしれないですからね。まあ、確かにのじゃじゃの考えではね、ワンちゃん地獄とかあるかもしれないし。いやさっき死んでないから行かないよもう。一日だけどこにでも行けるで地獄選ぶのだいぶだいぶやろ。知的好奇心なんか凄まじいみたいな。よし、これは勝ったわ。これもらった。これはなんだっけな。悩んでる。あの中卒だから地名がね。なるほどね。あでも中卒でも大丈夫ですよ。中卒でも大丈夫。三角形ありますか。中卒でもあの大丈夫な会場です。あ、なるほど。あ、なんか大丈夫、北マケドニアとか言い出さないから。行きたいと思ったことないね。何があるのか知らないし。何もないです、あの国。何もない。はい、何もないです。あ、なるほどね。こういう価値か、あれか。はいはい、出そうなんですか。はい、ということでくんさんから解説お願いします。あー、まあそのラスベガスかなんかアメリカのカジノっていう意味で、ちょっとあの最後のじゃじゃまあなるほどね。まあ、まあ、説明したよ、まあまあ、さっき。はい、多分アメリカって言いそうな気がする。まあ英語は理解できるはずだから、まあ喋れるか分かんないけど、だから海外って言いそうだなっていうのでプラスポーカーかなみたいな。はい、じゃあ次紅茶さん。なんかベノブさんやったらなんか日本やったらなんかもう別に行こうと思えばなんかどこでも行きそうな感じするから、まあ海外や、まあ俺も海外やろうな。でもまあ関心のできそうなところっつったら俺ラスベガスしか知らんから、まあラスベガスかな。はい、ポイント狙いに行って。いや最後具体的な地名と言ったのに抽象的に書いた野寺さん。日本国内はないですよね、旅行行くから決まってるから。で海外は賭け事ができるとか知らないので自分は。はいはいはい、こういう書き方になります。さっき言いましたよね、中卒で地名がわからないと。でも中卒でも大丈夫だと言ったのでこう書きました私は。あ、中卒バリア張ってくるんだ。あ、これ、はい、あの司会がそうやって言ったので書きました。こう、まあ、でもこれまあ点数の内訳としてはまあ国で1点、指定のその県とかの自治体の単位で1点、地名で1点なんで、まあ野寺さんは多分0点で。司会ポイント。司会ポイント。なんでお前に司会ポイントマイナスする権利があるんだよ。確かにコロさんマイナス1点かもしれないな。これは言い方が悪かったもんね。ベノムさんもマイナスにしろ。じゃあもうコロさんマイナス1点ですね。これは。あ、マイナスになっちゃうの。答え次第なんですけど。あ、はい。
は小樽も見ていきましょうか。普通に流さないことだってできるんだからな、私が今ここで。14問目、1日だけどこにでも旅行に行けるとしたらどこに行く？1日だけどこにでもラスベガス。しゃあ、ということで、まあ、クンさんが1ポイント、おじさんなんと3ポイント、それじゃ0ポイント1でしょ。でもこれところだ、いやいや0だよ、ね、国名じゃないゼロ。はっ、文句ありそう。コノさんマイナス1するから。あーよし、ああー、じゃあコノさんがマイナス2点、はい、ということでクンさんが8ポイント、のちえさんが 6.5 ポイント、こちらさんが6ポイントということで、あとはコノさんが、コノさんが私がマイナス2ポイントですけど、どこでまくればいいの私はこれ。はい、ということで15問目、5年後自分はどうなっていると思う？何歳だ？こちら最後の問題ですが、ポイントの方はどうしましょうか？どうしましょうかね。じゃあもう完全一致で3ポイント、ニュアンスで1ポイント、なんとなく当てたら2ポイント。国参加しようかな、私も3ポイントもらえるんでしょ、当たってれば。まあ1点だから河野さん、まあ残念ながら最下位かな。5年後って35ですね。5か、くんさんめっちゃ早いな。うん、答える気ないよ。はい、ということでくんさんからいきましょうか。いやー、まあ変わんないじゃないですかみたいなテンションでいっそう。てかな、絶対変わんないし様子は。はい、じゃあこじゃさん、あーまだ2頭やってんじゃないですかみたいな感じのテンションでいいっすよ。はい、みんな高いな、ベノムさんの解像度が。最後のじゃじゃ、最後問題作、まあ死んでんじゃないですかって言うかな。多分、まあ、殺しにかかってるなら35はもう割と老人かなって。いや、もうベノムさんからしたら老人よ。スプーンさん、アボボさん、毒状態、みんなもう老人になってるよ、それ。もう老人で、カラスって言ったし、さっき死んでるかな、カラスはもう35年で年後。例えで、例え、中卒に例えて伝わんねえのかよ。カラスそのぐらいと思って、普通に分かんなかった、単純に。ラスト問題ですけどね。はい、完全に捨てたな、なんかもう一人ということで、正解見ていきましょうか、こちらです。15問目、5年後自分はどうなっていると思う？変わらない。あ、よしよしよし、ということでクンさんが2ポイント、他0ポイントじゃないですかね。あー、まあでも2タブやってんじゃない、まあニュアンスっていうか1ポイントぐらいかな。しゃあ、ほんで、お、ということで、なんかのじゃじゃの最初の爆発力すごかったけど一気に失速したな。クンさんが10ポイント、のじゃじゃが 6.5 ポイントで、紅茶さんがなんと7ポイントで、私がマイナス2ポイントということで、まくりましたね。まくったけれども今回のベノム王はクンさんということで、よし、まあまあまあ、どのシリーズも制覇しつつある。最近ちょっとね、まあ王としての貫禄が出てきたね、俺が。おじゃじゃ最初は調子良かった、マザーさんと気まぐれクックとか、あの辺すごかったけどね、なんか、うん、話してないもん、この人の将来の話とかだって。いや、ないもんね、だって、うん、俺が将来の話嫌いなんだから、そんなわけないんじゃない。それもそうだわ、うん、だからちょっとわかんない。話してるところはゲーミングデスクとかね、結構あったんですが、うん、確かに高いポイントのところを抑えられなかったといえば抑えられなかった感じがしますね。紅茶さんは逆に高いポイントのところガンガン抑えてて最後にまくった。皆さんは割とバランスよく、うん、私はもうのじゃじゃにやられたみたいなもんだ、のじゃじゃに壊されたみたいな感じだね。まあ俺2点プラスしてもいいっていう。いや、どういうこと？意味わからない。人の足を引っ張ったらポイントがプラスされる王って言って、何の王なんだそれは。しかも司会だ、司会。いやいや、言い方が悪かったね、もう気をつけよう、これから、うん、最後になります、ありがとうございます。はい、ということでベノさんいかがでしたか？いやー、まあでも意外と解像度が高い部分もありつつね、なんかとんでもないことを言い出すこともあり、びっくりでしたけども、まあ、次はまた紅茶王とかで野術さん呼んだらいいんじゃないですか。あ、知らない知らない、俺紅茶のこと全く知らない。拒否あるんだ、拒否。あ、かわいそう、ちょっとかわいそうになっちゃった。はい、ということで、はい、ジジ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 
うん。